それの延長のお話、そういうお話が聞けると思います。今年の夏、参議院議員選挙全国比例区で立候補予定のおしどり真子、そして宮城県選挙区参議院議員立候補予定者の石垣のり子、ご両人のお話をたっぷりお聞きくださいませ。それではおしどり真子ちゃんからよろしくお願いいたします。どうぞ。皆さんこんばんは。こんばんは。おしどりまこと申します。おしどりまこです。来月の参議院議員選挙で全国比例で立憲民主党から立候補する予定になりました。おしどりまこと申します。まこちゃん、ありがとうございます。そして隣に白いスーツでいらっしゃるのは石垣のり子さんです。宮城の選挙区から出馬する予定でいらっしゃいます。本当は私芸人なんですけど、今年の来月の選挙に挑戦する予定になりました。そのきっかけは2011年の東日本大震災と、そしてそこからずっと続いている原発事故です。おしどりまこと申します。雨の中道を少し狭くしてしまって申し訳ないです。おしどりまこです。芸人なんですけど、2011年から原発事故の取材を始め、福島県の次にこちら宮城県に足を運んでいます。おしどりまこと申します。おしどりまこです。なぜ取材を始めたかというと、一応まあ私去年まで吉本クリエイティブエージェンシーというところに所属しておりまして、テレビ業界の端っこにおりますので、原発事故があってテレビで直ちに影響はありませんと繰り返し流れていた時に、テレビに出ているミュージシャンやタレントや俳優やもちろん芸人も原発事故の汚染を逃れてどんどん避難しているのを見たんです。あ、おしどりまこと申します。見てます。あ、ありがとうございます。偶然ですか。あの山本太郎さん、はいはいはい、山本太郎くんの公演やられてる。あ、はい、ありがとうございます。ありがたいです。ありがとうございます。頑張ります。あの山本太郎くんの原発事故関連の質問を6年間私お手伝いさせていただいて、私は南相馬に住んでたんです。あ、そうなんですか。南相馬に住んでらっしゃって、はい、あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。南相馬の小高区とか原町区とかよく行きました。原町なんですか。あ、そうです。そうですよね。はい、そうですよね。私もあのずっとまだ東京電力の記者会見に通い続けて取材をしてるんですけど、まだレベル7は続いているし、原発事故がね、そう、あの緊急事態宣言は取り下げてはいないのにどんどん風化して終わったことになってるっていうのが、そのことが一番怖いと私も思います。本当に本当にね。でも私、情報が社会に出てくれば、はい、まだ終わってないっていうことがたくさんの人たちが知れば、簡単にみんな考えて結論がいっぱい出てくる問題だと思うんです。はい。で、今年私は原発事故のことを検証すべきだと、もっと対策を考えるべきだと、それを訴えて今年の選挙に出馬することになったんです。原発事故のことだけを掲げて立候補するのはとても不利じゃないかと。もっと生活に近いこと、年金とか奨学金とか教育のこと、介護のこと、もっといろんな方々の生活に身近なことを掲げた方が票を取るとよくアドバイスを受けるんですけど、でも私は原発事故の検証をすべきだと、原発をなくすべきだと、もっと原発の問題に向き合うべきだと、それを掲げて選挙に出ようと思います。なぜかというと、遠くの誰かが踏みにじられている問題は自分が踏みにじられていることと同じだと。自分の生活に身近な問題でなければ
何が今の世の中の問題かわからないのであれば、状況は変わらないと思うからです。自分の問題じゃなくても、遠くの誰かが踏みにじられている問題にどれだけたくさんの人たちが声を上げることができるか、怒ることができるか、そういう世の中を私は作りたいと思っています。原発事故のこともそう、辺野古の基地問題のこともそう、多分様々な全ての問題が自分に関係なくても、どれだけたくさんの人たちが声を上げるか、関心を持てるか、一緒に怒ることができるか、それが世の中を良くしていくことだと思うからです。だからすごく難しいことだと言われるんですけど、原発事故の検証すべきだと、対策をもっと議論すべきだと、原発の問題を日本の社会は考えるべきだと、それを掲げて立候補する予定になりました。まこちゃん、ありがとう、はい、もう常にあなたの後ろからの声ですか、ありがとうございます。一人まこちゃん、おしどりまこです。おしどりまこです。来月の参議院議員選挙、立憲民主党から全国比例で挑戦する予定になりました。選挙区の方の候補者の方横に並んでお話しするのは私今日が初めてです。そうです。宮城県の石垣のり子さんのところに勝手にお邪魔いたしました、はい、勝手に来たんですが、うん、足を運んでくださって、石垣のり子さんがね、とても嬉しいです。ありがたいです。宮城県に私若干ちょっと嫌われてるような気もするんですけどね。そんなことないよ。本当ですか。2011年の全国47都道府県の空間線量を文科省が出していたとき、宮城県が意外に低かったので、私が測ったときより低かったので、高さを公表すべきかと文科省に要求したら、測定している。宮城県が測っていた場所が、地上80メートルだったので、それはさすがに高い、測る場所が高すぎるので線量が低く出るんじゃないかと、そういうような記事を書いたりしていたので、いろいろ宮城県には嫌われているかもしれないかなと思いつつ、はい、来させていただきました。おしどりまこと申します、はい、それでは次はマイクを宮城選挙区の石垣のり子さんにお渡ししたいと思います、はい、石垣のり子さんよろしくお願いします。おしどりまこさんからご紹介いただきました。私が立憲民主党からこの度の参議院選挙野党統一予定候補者として立候補を予定しております、石垣のり子と申します。雨の中立ち止まっていただきましてありがとうございます。そしてお帰り途中耳を傾けてくださっている方もありがとうございます。信号待ちの方、後ろから大きな声ですみません、ここにはアンパンマンがいます。はい、私はですねこの度地元宮城生まれ宮城育ち、20年ほどラジオのパーソナリティを地元でしておりまして、参議院議員選挙に立候補を予定しております。今ちょうどおしどりまこさんが原発事故のこと、もうそれだけを掲げて立候補されるという話がありましたけれども、私も東日本大震災の時2011年ラジオのパーソナリティとして、あの事故の状況も含めてラジオからお伝えしてきました。立憲民主党の凱旋カーから、立憲民主党宮城県連幹事長の鎌田さゆりが手を振っております。鎌ちゃんでございます。はい、にわかに全国区となっております。鎌ちゃん手を振っております。ありがとうございます。ここで私は鎌ちゃんのもとで今修行しております石垣のり子が凱旋をさせていただいております。お帰り途中大きな音で失礼をいたします。雨の中大変お疲れ様でございます。先日日程も発表になりました。参議院選挙7月4日公示21日投票日となっております。参議院選挙ございます。宮城県全県1区です。男性女性、今回はですね対立候補予定者、非常に分かりやすい構図になっております。女性の方が私の予定です。お帰り途中の皆様こんばんは。私来る参議院選挙立候補を予定しております石垣のり子と申します。雨の中自転車で止まっていただきまして誠にありがとうございます。あ、後ろのご通行中の皆さんごめんなさい、後ろ道ふざいちゃって申し訳ないです。どうぞお通りになってください。私石垣のり子でございます。今日はおしどりまこさんね、宮城にお入りになられてお話しいただきましたけども、私たちなかなか宮城県に住んでいて、今の空間線量とかですねセシウムという言葉を耳にあまりしなくなっているかもしれません。しかし
事故自体はまだまだ収束には至っておりませんし、いろいろな各地、今は産廃 の廃棄物の今処理ですね、原発の事故で出た廃棄物の処理の問題、各地で今問題になっておりますし、実際に今処理が進んでいるところもございます。住民の方の中ではもちろん反対の声を上げているけれども、もうすでに処理が進んでいるところもある。で、原発に関して言えば、宮城県は女川原子力発電所がございます。まあ、今回東日本大震災では、幸いにしてと言いますか、事故には至りませんでしたけれども、まあ、今後どんなことがあるかわからないというのは、東日本大震災を経験した私たち本当に心配をしているところではないでしょうか。先日2月に行われました住民投票を求める11万票の署名、こちらが宮城県議会に出されて、あえなく却下されたと、住民の声が無視されてしまった形になっております。女川原子力発電所、今後再開するのかどうするのか、そもそもこのエネルギー政策をどういうふうに考えていくべきなのか、原発立地権として私たち宮城県民一人一人に突きつけられた問題でもあります。そして放射能の問題も、これはもうおしどりまこさんに聞いた方がもう100倍100万倍ぐらい詳しいと思いますけれども、宮城県では今数値がほとんどもう新聞などにも掲載されているのはごくわずかでございますが、だからといって問題がなくなったわけではないと。セシウムだけじゃありませんね。原子力発電でいろいろ問題になる、人体に影響を与えうるであろう危険な物質は他にもございます。しかし実態がわからないがゆえに、また明らかに万が一なってしまうと困るであろうということも想定されて、今触れられていないというのが現状のようです。この辺は私いい加減なことを申し上げるわけにはいきませんが、非常に今この宮城県は曖昧なまま、原子力発電に関して、原発の問題、放射能の問題に関しては進んでいるというのが私の認識です。ここに関しても私たちのやはり健康を守っていくために、人生をより豊かなものにしていくために、そして今後の日本の未来を考えた時にも大きな問題としていかなければなりません。まあ、そういう意味でも今回のこの参議院選挙に、おしどりまこさんのように原発、この放射能問題のみを掲げて訴えていくという、そういう候補者がいるということ、そしてその問題だけでも十分に一国会議員としてやっていくに足りうる大きな問題であるということ、私もそこには強く同じ思いをしております。孫さんは本当に2011年からずっと多分東京電力の記者会見を含めて一番どの記者よりも取材に足を運んでいる方なのではないかと思います。本当に足しげくなかなかね、できないことだと思います。ずっと取材を続けていらっしゃる。あの混乱期にはいろいろその情報が錯綜したところもあって、誤解を与えるようなこともあったかもしれませんが、こうして今9年目を迎えたこの現状をずっと取材し続けて発信し続ける、もうその思いと気力と根性だけでも十分に本当に評価されうる方、されてしかるべき方だと思います。ご通行中の皆様こんばんは。今日はおしどりまこさん、こちらにいらしてます。来たる参議院選挙比例区で出馬を予定しておりますおしどりまこさん、そしてこの宮城選挙区で私野党統一予定候補者として立候補を予定しております石垣のり子でございます。雨の中歩きながらでも結構です。そして立ち止まってくださっている皆さん、本当に寒い中ありがとうございます。私はこの宮城に生まれて宮城に育ち、今この東日本大震災からの復興も含めて、なかなかこの地元の思いが中央に届いていない、東京に届いていない、むしろ踏みにじられている現状があるのではないかと、非常に危機感を強くして今回ご縁をいただいて参議院選挙に臨ませていただく予定になっております。上げるべきは賃金であって消費税ではない。なかなか生活の豊かさが実感できないままに、一方でニュースでは景気は上向いているといういろんな数字が示されておりますけれども、至るところから文書の改ざん、
データの改ざんなども示されている中で、何を一体信じたらいいのか本当にわからない状態です。こんな中でいくら景気が上向いていると言われても、自分たちに実感がなければ一体何の意味があるでしょうか。30年間上がっていない賃金、ここを何としても今後経済を活性化させて上げていかなければならない。賃金を上げるのはもちろんです。そして生活をダイレクトに圧迫する消費税、10月には増税が決まっております。この増税を廃止するのはもちろん、増税を止めるのはもちろん、やはり消費税というのは所得の低い人により負担を強いる税制です。消費税そのものが社会福祉、社会保障の財源にしなければならないという決まりはありません。税制そのものを見直して、所得の低い人も所得の多い人もそれぞれが負担できる範囲で累進性のある税制に移行していくのが本来の政治の舵取りであると私は思っております。雨の中こんなお話も聞いていただきましてありがとうございます。まこさんはどちらにいらっしゃいますか。まこちゃんこちらですか、はい、まこちゃんせっかくだから最後一緒に絡みませんか。 ありがとうございます、はい。ご通行中の皆様、東口界隈お帰り途中の皆様、大きな音で失礼をいたします。私この夏の参議院選挙に立憲民主党より野党統一予定候補者として出馬を予定しております石垣のり子でございます。今日は東京からでしょうかね、おしどりまこさん、立憲民主党から比例区で出馬を予定されておりますおしどりまこさんもこちら仙台入りして皆さんにお伝えしております。なかなかお話ね聞く機会ございませんので、放射能問題をずっと追い続けてきたおしどりまこさんと今日はちょっとこの時間少し絡みながら街頭でお話をしていきましょう。やった、おしどりさんどうも、まこさんこんにちは、こんばんはですかね、もうね、こんばんは、こちらこそようこそ仙台へ。今日初対面なんですよね、初めてあのツイッターとかでね、はい、いろいろやり取りさせていただいたことはあるんですけれども、はいはい、もうのり子さんにお会いするの楽しみだったんで今日本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もういらっしゃるなりにこの、はい、なんていうんですか、空気がパリッと明るくなりますね。マジですか。さすが芸人さんだなと思いましたけど。ありがとうございます。仙台は何回かいらっしゃってます。仙台結構しょっちゅう、私あの原発事故の取材で、はい、あの仙台高裁に来たりとか、事故直後も2011年5月にはあの名取の方とか閖上の方とか、うんうん、あちこち避難所の方に芸人として回っていました、はい、あ、皆さん慰問のような形ですが、そうですか、もう次々と宮城の地名が出てくるというところからもう足しげく通ってくださるということが本当にわかります。あ、ありがとうございます、はい、あのリンゴラジオをやっていた山本町とか、はいはい、あのアナトリにもよく行ってました。はい、真子さんは今宮城の状況っていうふうにどんなふうに捉えてらっしゃいます、放射能に関して。あ、そうですね、あの宮城県の方にもずっと裁判の原告になっておられる方々がいらっしゃるんです。はい、でその今の状況というか、私やっぱりずっと取材をし続けているとか、はい、2011年どういう状況だったかということをもっと情報として出したいんですね。なるほど。それで今の状況ももちろんなんですけど、過去どういうことがあってどれだけの情報が出てこなかったのかっていうのを、終わったことではなく今も検証し続けたいなと思ってるんです。うん、はい、それを調べていくうちにどんなことが分かりましたか。あ、調べていくうちにですか。そうですね、その本当は、あ、情報が、まあ、今厚労省の統計問題とか森友加計学園とか情報改ざんとか隠蔽とか黒塗りとかいっぱいありますけど原発事故の取材をしていて、そもそも調べるべきものを調べないっていう情報隠蔽があるんだということを知りました。分かっていて要望があるのに調べないということがあえてなので、それを取材をしていてもそもそも出すべき情報がないなら太刀打ちできないので、うん、それが立候補を決めるきっかけでもあったんです。なるほど。調べたい、調べたい、知りたがりで調べたがりなんです。はい、議員になって調べていきたいと。はい、はい、ちょっとのり子さん聞いていいですか。はい、あのなんかいつの間にか私がなんかあのインタビューされモードになってるんですけどついつい ね今までの癖もありましてあとはね、今ずっとこうその原発問題を追い続けているまこさんなので、はいはい、まこさんに今の状況、私の知らないことも含めて教えていただこうと思って今伺っておりました。事故直後2011年に仙台の太白区の自然農業をやっておられる方で、はい、
今あの市民放射能測定室今でも続けてらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、うん、その方が自然農法なので、うん、本当に農薬も使わない肥料も使わない農業をしてらして、そしてその、生産者さんとしてお客様があのアトピーとか過敏な方々が多かったんですね、うん、で原発事故があって一番初めに、フランスに外国で測定をした野菜がそこの大発国の方の自然農業の方だったんです、うんうん、で当時ちょっと数字定かじゃないですけど数百ベクレル1キログラム中数百ベクレルの青菜があって、うん、それを宮城県庁に提出されたんですけど、うん、その2011年の、暫定基準値は500ベクレル1キログラム中500ベクレル以下だったので、うん、これ普通の野菜として出荷できるからしてくれと言われて、うん、でも大白国の方はうちは自然農業をやっていてお客様が弱い方なのでこれはうちの商品として出荷できないんですって言うと、うん、宮城県庁の方がそれでは今年1年だけ普通の農業をやってくださいっておっしゃってすごい要求ですね。それ少しすごいトンチで、それは無理と思って自然農業をやめて、うん、娘さんの学習を突っ込んで測定器を買って市民放射能測定室を続けてらっしゃる方が大白国にいらして今もやってらっしゃるんですけど、でもそういう形で2011年どういうことがあったのか今どういう状況なのかいろいろあまり世の中に出てきてない情報もあるので、うん、それが共有されればいろいろそれぞれの方の考えがもっと進むと思うんですね、うん、情報足りないですよね。足りないですね。ね、消費税のことに関しても、はい、あのもともと税金が何にどれだけ使われているのか、はい、財政のもう支出の面の細かいやつが分かってないので、はい、すいません、あの払ってもいいですけど教えてもらえますぐらいですね本当にそんな感じがします。はい、本当そうですね。その、まあ、的確その状況を判断するための正確な情報の量も質も足りない。そうなんですよ、はい、そうなんです、おっしゃる通りですよ、はい、もう本当こう政府が国家が情報を独占してで都合のいいところだけピックアップして結果作ってそれ押し付けてくるっていう状況なので、うんうんうん、本当に私そう脱原発脱被爆と情報の民主化ということを掲げてるんですけど、うんうん、私たちの情報は私たちの情報の手の元に、そして私たちが考えて必要な選択肢を作っていくっていうふうにしたいですよね、はい、消費税も、はい、そもそも増税なのか凍結なのか、うん、なんで二択しかないのっていうところから始まってて、はい、おかしくないですか。そうですそうです、ね、もう歩きなんですよ。歩きなんですよね、うん、他のパーセンテージとか他の選択肢をなぜないっていうのが、はい、もっと可視化されていいはずですし、はい、その選択肢を決めるときに私たちがもっと参加できる議論があってもいいはずですよね、うん、はいはい、そうなんです。本当にまさしくだから根底は同じなんですよね、うん、しっかりとあの市民に、はい、あの情報が行き渡っていない、というか行き渡らせるつもりがない、うん、教えない。いや本当にそう思います、うん、本当にだから判断材料としてそういうデータが本来必要なはずなのに、はい、で渡されたデータが間違ったらもう話にならないじゃないかということになるわけですよね。そういうこうなんか本当にこう霧の中で私たち生きてるみたいな状態になっていると。そうなんですよね、うん、でも私今偉そうなこと言ってるんですけど、うん、2011年の東日本大震災があるまで芸人としてなんかあの漫才のことしかあんまり考えてなかったんでそれすごい反省するんです。いやいや今もう本当こんな何が偉そうなこと言ってるのだってもう一人の自分が常にこの辺にいて恥を知れてこの辺でね三原純子さんのように私に言ってくるんですけど本当にね、あのでも私地震があって原発事故があってすごい反省したんですけど、誰かが勝手に私を守ってくれるとうっかり勘違いしてたんだと思って、政府が報道がいろんな研究者やいろんな賢い人たちが勝手に私を幸せにしてくれるとうっかり思っていたので、そうじゃなくて自分が住んでる社会は自分でもうちょいちゃんと考えてなかったの。お一人まこと申します。ちゃんと考えてお金にときなかったなと思うんです。石垣のり子です。お一人まこです。ありがとうございます。お疲れ様でございます。はい、はい、楽しそうですね。いいですね。こういうね、お一人まこです。そして石垣のり子です。楽しい夜を過ごしてください。ありがとうございます。お気をつけ てありがとうございます。雨なんでお気をつけて。はい、頑張ります。本当にでも私うっかり政治ってスーツ着たおじさまたちが議会とかゴルフ場とか高いホテルのパーティーとかでゴニョゴニョゴニョってなんかちょっと悪だくみするみたいなイメージだったんですけど、それは本当にアホだったなと思って、そのよくマルコさんも言われると思うんですけど、
女に政治がわかるかって言われるじゃないですか。まあ私その上芸人が何を言ってるんだっていうのもつくので二重苦みたいな感じなんですけど本当に、はい、でも芸人だから政治のことを言うのがおかしいって、そんなことない、女だからおかしいとかじゃなくて、どんな仕事をしていても、どこに住んでいても、そう、誰も踏みにじられないように、うんうん、自分が住んでる社会のことを考えるっていうのは当たり前だったと、すっごい反省するんです。面倒、はい、くさいんですけど、はい、それやらないといかんですね、これはね。面倒くさいですけどね、面倒くさい、面倒くさいんですけど、もう私だいぶ分かってきたんですけど、面倒くさいのが民主主義なんですよね。そうです、本当にそうです。昨日私ね、相方のケンちゃんとめっちゃ喧嘩したんですよ。あら、なんか見ました、ツイッター。本当ですか。でも数時間経ってやっと解決したんですけど、はい、毎回この数時間、このクソ忙しい時にこの数時間めっちゃ無駄やわって言ったら、うち相方が、うん、でもまこちゃん、これが民主主義だからって言われて、民主主義よろしいよです、ね、そう、民主主義には時間がかかるんだよって言われたんですよ ね、本当にね。いいね、二人はもう、もう夫婦の間柄から民主主義を実践してるわけですね、はい、ああ、そうなんですかね。そうですよ、はい、はい、まあね、いい、お仲間でございます、はい、本当に相方さんね、はい、ありがとうございます、はい、あれ、なんか私この後なんかことわざの話しようと思ったけど、ことわざを忘れた、マジだっけ。まあいいや、はい、はい、まあ雨の中ですね、はい、はい、ご覧いただいている方も本当にありがとうございます。ありがとうございます。話は尽きないんですけども、本当に、はい、7月の4日からスタートします参議院選挙、はい、おしどりまこさんは比例区で、比例区で、はい、石垣のりこさんは宮城選挙区で、はい、宮城選挙区で出馬を予定しております。はい、皆様ツイッター等でもぜひですねご注目いただきまして、今後の選挙戦ぜひご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃんの最後締めてください。締め、もう今すごい良かったじゃないですか。でもやっぱり締めた方がいいですよ、ケンちゃん。あの本当にあのこの雨の中どうもお話を聞くために足を立ち止まってくださった皆様ありがとうございました。ちょっと出ます、ね。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。ケーキさんじゃないですか。じゃあ終わりましょうかね、はい、あのいろいろ言っといた方がいいんじゃないの。え、何ですか。あ、まこちゃん、違うほらほら、はい、どうやってとあのなんかずっとほら締めをやってたじゃないですか、さっきまで。そうですか。え、忘れちゃいましたね。今日はもうこれで終わりましょうかね。では失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。後ほど、お疲れ様です。名前とかあとほら、来月あるから。